アオソ座は、日本の中世後期に、繊維素材であるアオソを扱う商人たちで結成された座のこと。主要なものとして、越後府中、大見坂本、京都、天王寺が知られている。成立時期は明らかではないが、南北朝時代末期の英徳三年頃に本書が、大木町三条家から、同族の三条西家に譲渡されており、 それ以前より、大木町三条家との関連が強い官市と、青蘇商人のつながりより生じたと考えられている。本書である三条西家は、京都周辺の諸口や丹波、美濃、大見坂本などに赤所を設置したり、大官を派遣して、道地を通過する青蘇に対して、くじを徴収した。一方、青蘇座は、カラムシくじ納入と引き換えに、青蘇の独占販売の権限を得ていた。 特に、天皇寺から虫座の発言力は大きく、原料が集まる越後府中に赴いて、越後から虫座から独占的に買い上げ、さらに坂本から虫座、京中から虫座に対して、これを独占的に販売し、越後機内間の青素流通を完全に支配し、その維持のために本所である三条西家に対して、通過時のム虫くじの納入を免除してもらう代わりに、年間150巻に及ぶ。 カラムシカエを三条西家に納入していた。天文年間には、貝、シナノなど、信仰のアオソ山地からのアオソにもカラムシクジを付加している。ところが、明王六年頃に守護大長尾氏が越後の国政を掌握すると、天皇寺カラム氏座の購入独占権が否定されるようになる。さらに英章の乱によって、長尾氏が守護上杉氏を完全に傀儡化すると、 青曽座に対しても支配を及ぼすようになった。大英年間には、長尾氏は、越後から虫座の頭人であった倉田氏に、青曽のくじ徴収、流通党政権を認め、三条西家に対してもこれまで、天皇寺から虫座などが収めていたカラ海シ会期を五十巻に、減額させた上で、越後から虫座による京都への、青曽搬入を認めさせた。この傾向は、長尾影虎が、 上杉氏宗家を継承した後も強化され、この時代には各地から青素購入のために訪れる諸国の船に、対しても課税を行って、越後期内館の青素流通の支配権を獲得していった。この際に活躍したのが前日の倉田氏であり、越後の唐虫商人を統括するとともに、長尾氏の御用商人として、影虎の軍事活動を経済的な面から支えていた。青素座は、 食法政権による座の撤廃と植杉氏の違法によって力を失うことになる。そして皮肉なことに、越後の青素が江戸時代の元六年間に没落した最大の理由は、植杉氏の違法と共に青素栽培技術が伝来された合図、米沢良藩さんの青素との競争に敗北した影響が大きかったという。ありがとうございます。